はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました RMPG ドープステーションの時間です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今週もですね、8時から9時の1時間みっちりですね、音楽の話をしていきたいと思いますので、皆さんこのね月曜日のこの夜の時間をですね、ぜひ僕らと一緒に音楽で楽しめたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。改めましてですね、この番組の趣旨を話しますとですね、この番組は自分たちのなんか音楽ルーツだったり、自分たちが今ハマってる音楽だったり、なんか今ねこう世界中で流行ってる音楽をこうどんどん皆さんにねお伝えして、なんかいろんなこう音楽を皆さんに触れていただきたいという思いで、どんどんですねいろんな曲を配信していきたいと思いますので、ぜひ楽しんで聴いてみてください。よろしくお願いします。というわけで今週もですね、この二人に来ていただきました。それでは一人目どうぞ。まこちゃんのおじいちゃん、差し入れのプロテインありがとう。どうも神谷健太です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ね、確かに、まあ、癖は置いてきますか。癖は置いてきますか。いっぱいもらったね、確かに。あれは助かりますね。助かりました。そしてそして、はい、ライブ終わりに、マッサージのトレーナーさんがやってくれる肩甲骨剥がすやつめっちゃ好き、山本翔吾です。お願いします。はい、わかりますね、これ。わかります。わかる。わかるわかる。でも俺ね、いつも入んないって言われちゃうの。あ、それもめちゃめちゃ疲れ溜まってる証拠っすね。そんなことないよ。背筋、背筋の。背筋の、ね、もう特殊な。でもあれいいよね、なんかこう奥にガッて入ってる、はい、あれやったら、あの腕がもう全然違うんですよ。確かに、うん、上がるようになる。腕が回るんだよ、はい、ちゃんと。でなんか好きって言うと、なんかめっちゃ嬉しそうにして、なんか今日もあれやりますみたいな感じでなんか来るんですよ。行きますよみたいな。でもマッサージです。たまにちょっと足とかやってもらうとき、はい、結構際どいところまで、ああそうっすね、来られる方もいるじゃないですか。股関節の、あれ大丈夫ですか。前言ってもこっちからはちょっとあんま言えないけど、なんかあれちょっと当たってますみたいな時もありますけど、当たっちゃってるんすね。まあでもすごくこうほぐしていただいて、毎回ね助けられてるんで、本当にありがたいです。助かってますよ、本当に。今日はですね、福岡終わりの講師、まあ今回はですね、収録という形になってるんですけども、あの福岡終わりということでですね、もうマリンメッセ、マリンメッセね、もう埼玉も終わって、はい、福岡終わって、もう次三重かな。そうですね、次が三重になるんですけど、はい、その次が北海道で、はい、もうラストということで、はい、本当になんか早いですね。もうかなりあっという間というか、すぐなんか終わってしまうような感じがして、すごく寂しい感じもしますけど、ね、そうですよね。だって特にこの前のホールツアーがめちゃめちゃ長かったじゃないですか、58公演なんで、めちゃめちゃ短く感じますよね。ねえ、確かに。でも一個一個やっぱでかいっすね。確かに、大勢の方に見ていただいて、ね、確かに。埼玉なんて一会場1万8000人いましたからね。そうでしたね、すごかったですね。すごかったですね。会場割れるかと思いました。出た瞬間の鳥肌の感じがすごかったですね。まあね、収録ということで、まだちょっとね、福岡公演、はい、まだ過ぎてはないんですけどもね、はい、なんかすごくいいライブにできるようにね、うん、はい、なんか時差が難しいんだけど、これ。難しいですね。まあでも、いつきの地元なんで、そうだね。盛り上がったのは間違いないと、多分ね、思います。いつきも多分弾けたんだろうね。はい、そしてですね、この前解禁されましたけども、最終日には、ライブビューイングを、はい、北海道公演の、ねはい、最終日にはライブ公演、あ、ライブ、ライブ公演、ライブビューイングも入ってるんで、ね、はい、ぜひ皆さん見れてない方はね、はい、ぜひそちらでね、自分たちのなんか勢いというものを感じていただいて、はい、ね、楽しんでもらえたらと思いますので、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。お願いします。というわけでですね、ここで早速僕から一曲紹介していきたいと思います。最初の一曲はですね、ナイトメア&エイサップファーグのレッドライトっていう曲なんですけども、まあかっこいい、めちゃめちゃかっこいい曲で、まあヒップホップなんですけど、なんていうのかな、まあダンスミュージックも混ざってるって言っていいよ、はい、まあ、ナイトメア結構そういう感じですもんね。かなりイケてる楽曲で、それにエイサップファーグのラップがめちゃくちゃかっこいい感じで乗ってるので、ぜひ聴いてみてください。それではお聴きください。ナイトメア&エイサップでレッドライト。はい、皆さんに今お聴きいただいている曲はナイトメアのナイトメア&エイサップファーグでレッドライトでした。やばい、やばし、ただ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  もう
クラブとかで聞きたい。やばいよね。爆音で聞きたい、ね。やばいですね。ハッシュタグダンス踊りたくなるね。ハッシュタグ。RMPG。いっぱいコメントも来てますね。いや。キョロキョロしながら言ってる。嘘ついたら言ってる。嘘ついたらダメでしょ。まあ、来てるけど、多分。来てるのは来てるけど。実際にはね、来て、実際今は来てないですけども。そうですね。聞いてる。嘘はダメですね。その日はね、多分いろんなコメントも来てると思うので、ぜひね、僕らもがっつりその日はしっかり読みたいと思いますので、いっぱいね、コメントも、寄せてもらえたら嬉しく思います。はい。ねえ、めちゃめちゃかっこいい曲なんですけども、なんか、やっぱ俺、A$AP Ferg のラップなんかすごいパワーがあって、すごい好きだなっていつも思うんですけども、一度、日本に来日した時もライブ見に行かせてもらったんですけど、うわ、やっぱすごかったなっていうエネルギーが違うし、なんか、まあ、A$AP Ferg ももちろんすごかったんですけど、なんか、取り巻きの人たちもすごいみたいな、なんか、迫力やべえみたいな。なんかそこにすごくなんか、興奮したというか、すごくね、間近で見れてめちゃめちゃ上がりました、ね。わ、いいっすね。見てえな。ねえ、なんか海外から来るラッパー、やっぱりいろんな人を見たいなっていうのはすごくありましたね。やっぱ、ライブはやっぱ、テンション感がすごかったな。前に、トラビス・スコットがまだ売れてない時にもう、日本に来てたんですけども、その時も、もうその時から、ライブやばみたいな。もう、客席に飛び込んだみたいな、もう、ごちゃごちゃでしたけども、なんか演出もすごくやってて、結構ね、こだわったライブをする海外のアーティストはすごく多いので、やっぱね、なんか実際に見るって楽しいですよね、やっぱ。間違いない。これからもね、なんかいろんなライブを見ていきたいなと思うんですけども、ケンタはなんかライブとか、俺あんま行ったことないっすね、ライブっていうライブ。ああ、確かに、そっか、あんま行ってるの見てない。なんか、俺、ライブ行くと、なんか、やりたく、なんか、やきもち焼いちゃうんですよ。でも分かるよ、分かる。分かる、分かる。うわーみたいな、俺もやりたいってなるんですよ。だからそれに耐えられないんですよ。ああ、なるほどね。それはあるかも。分かります、この気持ち、多分、もうやばいんですよ。ダンスイベント行ったらそうなる。あ、そう。ダンスイベントとかもそう。うわ、俺も出てみたいな。だからもう、その時の、もう、その時やってる人を見ながら、自分のことしか考えてない。ああ、だったらこうして、こうして、みたいな。この曲使って、みたいな。アーティストあるある。あるあるだね、これは。もうこれに耐えられなくてさ。でもなんか行ったら行ったでめちゃめちゃ刺激もらえるってめっちゃ言うじゃん。それは間違いないよ。だから、じゃあもう対抗しちゃうんだよな。ケンタっぽいな。なんか、思っちゃうんですよ。行かねえ、みたいな。山椒は結構、僕めちゃくちゃ行きますね。行くよね。もう言うたら、結構誰でも、好きに、なれるっていうか、そのライブのその構成とかもすごい楽しいですし、曲知らなくても楽しめちゃう人なんですけど、一個言えるのは、わーとか言えないです。ああ、わかるわかる。俺も言えない。でもあるあるじゃない？なんか。はい。あ、でもね。やってる人。あ、やる人は言います。やります。俺ね、でも、一回ビヨンセのライブ行ってたじゃないですか。その時は声出たわ。ああ。うわー、もう歌も知ってるから、歌詞が。めっちゃ歌うし、みたいな。それはもうその素質がある人ですね。なんかね、やっぱ、超好きで聴いてる人のアーティストとか行くと、やっぱ、そうなるから。だって、この前、めっちゃ前ですけど、エリーさんの、あれなんだったっけな、シングルのイベントでしたっけ、あ、ありましたね。六本木かなんかの。で、ランページで何人か行って、ランページだけめちゃめちゃ後ろで、やっぱ関係者って席って、なんかちょっとシーンとか見てるんですよ。ありがちだよね。みんな立って見て、うわーって言って、なんか、あんな感じなんだろうなっていうのはめっちゃありますね。でもなんかね、やっぱライブでね、好きになるアーティストっていうのもあるよね。全然いますね。なんか、ライブによって、こう演出によって、こう、なんか、あ、こういう曲なんだって分かるし、なんか、すごく入ってくるというか、その人の、なんか、見せ方っていうのが、なんか、やっぱ、人によって全然違うから、すごくなんか、あ、いいなってなりやすいのが、やっぱライブかなっていうのは、すごく感じてね。多分、僕らのライブもね、多分、来れてない方も多分、たくさんいると思うんですけどもね。ライブ来たらもっと好きになれると思うので。間違いないです。皆さん。何の顔ですか、冷めたしかない。すごいどうやってたね、今。まあ、そうですね。顔は伝わらないラジオというものなので。まあ、あと、何公演だ ?4 公演の2箇所。2箇所4公演。あ、そうだ。そうだ。もうだからもう本当に、
ラストまで、うん、まあ、ライブビーイングもそうですけど、来てほしいですね。はい、ね。はい。なんかね、一目でもいいんでね、うん、ぜひ見てほしいなっていう思い、はい。もうこのライブはないからね、もう。まあそう。そのライブはもう後でやれって言われてもできないライブだから。絶対できない。もうこれ一生に一度生きてる間、見るか見ないかは、もう、you know? みたいな。いやいや、それわかる？あなた次第です。あなた次第です。思ったら違ったっていう。全然違う。そのあなた次第で言った方が伝わるから。多分。全然違ったっていう。そのままで言った方が伝わるんで。はい。じゃあそんなこんなで、はい、山椒から一曲、はい、ぜひ紹介お願いします。はい。もう僕が今一番聴いてる曲を持ってきました。はい。はい。一旦聴いていただきたいと思います。聴いてください。ビリー・アイリッシュでバッドガイです。はい、今聴いていただいてるのはビリー・アイリッシュのバッドガイです、うん、めちゃめちゃ刺さった。いいですね。でしょ、うん、あ、ケンタガチハマり。ケンタも初めからいいね、うん、いいねいいねいいねベストラインがいいな生きらない感じがいいねめちゃめちゃ語ってましたけどね。はずいやつあれいいねいいねなんか生きちゃうとあれだけどいいねみたいなすごくハマってました。めっちゃいい。いや、そう、最近めっちゃ俺も、まあ、ここ1年ぐらいかな。この子めっちゃ聴いてて、うん。で、この間のこちらにも、出てましたね。で、何がすごいかっていうと、17歳です。お前か。17歳、そして、ビジュアル、あ、ビジュアル見せようかな。ビジュアル、あのね、ビジュアルはね、うん、あ、俺らはね、はい。多分皆さんもね、今ちょっと見てください。検索してみて。ね。ねいいな。で、結構ヒップホップとかも感じれるし、うん、ラップもできるし、そういうちょっとオルタナティブ的な、うん、あれか、この前 MV 見せてくれた。見ました見ました。あーいいね、綺麗な、あーいいねいいね、どこの兄ちゃんやねどこぞの兄ちゃん、ちょっとナチュラルに出ちゃう。確実に次の世代を担う。そうだね。まあ、ポップスターっていうか。すごいな。今超アメリカでバズってて。うん、で、しかも今の聞かせた曲が、うん、もうこれまたびっくりするんですけど、うん、兄貴プロデュースです。終わった。本人の。すげえ。だから兄弟でずっとちっちゃい時から音楽を作って、やーレコーディングしてってもうやりまくってるから、ね、もうこんだけのクオリティをもうバッコバッコ出して。すごいな。やば、うちの兄貴も手伝う一緒に一緒にすごいですね、兄弟で。やば、そうやって。そうなんですよ。お兄さんが、お兄さんはもともとバンドマンで、そういう作曲とかができるんですよ。だからお前こういうのやった方がいいよみたいな感じ でやってるんですけど、いいな、センスが良すぎて、うん、でいいな。彼女ちょっとなんか障害持ってたりして、うん、ちょっとこうなんだろうな、今回のこれが入ったアルバムも、うんうん、なんかテーマは何かって聞かれたら、うん、その私が寝てる間に見た悪夢だったり、うん、なんだろうな、そういううなされた時に、うんうん、の気持ちを全部歌ってるとか、なるほど、ね、なんかそういう時にこう襲ってきた、そういうなんかなんだろう、怪獣っていうか、そのをなんかテーマに書いてるみたいな、なんかすごい、ちょっとこうなんだろうな、変わってるというか。あ、山椒好きそうだね。めっちゃ好きなんですよでもケンタに刺さってましたね。いや、他の曲もめっちゃいいから聞いてほしいですね。うん、いいね、俺もまだあんまりチェックできてなかったのね、うん、ぜひぜひ YouTube とかでちょっとチェックして見てみたいなと。あの空港で歩いてる時とかに聞きたいよね、なんかデミンデンデンデン。君はなんかこれ聞いてたら踊りそうだからね。やかましくないです。それこそ俺に車の中で怒られるやつ。カリードとも曲出してるんで。ああ、そうなんですよ。この前特集やった。そうそうそう、うん、この間、だからもう本当に同じぐらいですもんね。次の時代を担うようないい、ね、はい、スターになると思います。ちょっと僕もチェックしてみます。お願いします。いいね。ビリー・アイリッシュ。いいですね。名前も可愛いっていう。ね、めちゃめちゃ。うん、はい。ん？俺収録なんだよ。安心してる。俺収録なんだよ。ゆっくりしてる。ゆっくりしてる。あれいつもツイッター見ながらやってるからさ、それもないからさ。そうそうそう。今日皆さんの反応がね、伺えないので、はい。ポンポン進んじゃう感じ、そうそうそう。マジで家みたいになってるから、会話が。リアル家。というわけでね、はい、はい、まあ、どんどん進んでいきたいと思うんですけども、はい、もう早速なんで、ケンタの曲も、そうっすね。いっちゃいますか。はい。はい、僕のレコメンドはですね、エーサプロッキーなんですけど、お、まさかのかぶり、はい、それの Everyday って曲なんですけど、まあ、コラボしてるんですけど、俺ちょっと恥ずかしながらこの曲最近初めて聴きまして、
浅い浅い浅い。わお。恥ずかしながら。で、まあまあでも巡り合うって大事ですから。ってなったんですよ。まあ、一発目からちょっとパンチのある曲なんで、ちょっと聴いてみてください。はい。A$AP Rocky で Everyday です。はい。というわけでお聴きいただいた曲は A$AP Rocky で Everyday でした。かっこよくないこれ。まあみんな知ってるから。いや、びっくりして、俺。これ、確か、これも車の中だったんですよ、俺。聞いたのが。で、Everyday ってかかったでしょ。うわ来た。と思って。来た。はい。で、もう俺が好きそうじゃないですか、なんか。好きそう。この歌ね、ちょっとこう、分かれてる感じね。しかもめちゃめちゃかっこいいんで、もう。まさかこんな曲があるとは知らなかったんで、A$AP Rocky、めちゃめちゃかっこいいなと思って、またこれなんかダンスもしたいんですね、これでなんか、こういうなんか沖縄、名古屋、大阪とかそこら辺のダンスはあちょっと東京と違うんですよ、スタイルが。まあ、同じの人もいるんですけど、どっちかというとオールドよりもオールドっていうか、沖縄、沖縄の方々は多いですよね。若干ソウル、ソウルとかチャチャとかそういうのが入ってるんで、こういう曲で踊る人がめちゃめちゃ多いんですよ。でロッキンもなんか変な崩してソウルみたいにしてこういう曲で踊る人が多いんで、なんかハマっちゃいましたね。ぜひ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 。だってケンタのお父さんもあれでしょ、結構あれやってたんでしょ。カチャシはみんなやってるの。カチャシはみんなやってる。でもその中でもなんか結構。お母さんとか、そう、お母さんお姉ちゃんが全員琉球舞踊っていう踊りをやってたんですよ。その伝統芸能。よくみんなが、沖縄行ったら、なんか着るじゃん。その、なんか沖縄民族衣装みたいな。あれは琉球舞踊の衣装なんですよ。花笠って言って傘があるんですけど。ああ、見たことある。調べたらわかるんですけど。そういうのが、だから首里城の前とかで写真撮ってる奴らはもうみんな琉球舞踊の衣装なんで。そうそうそう。あ、じゃあ踊れなきゃダメなんだ。そうそうそう。で、ケンタの母親はそれを、そうそう、その、もう、先生の免許まで取れる。うわ、すげえ。そうそう。すご。なんかそんな感じでした。あ、じゃあもう結構普通にプロみたいな感じで。そうなんですよね。ケンタもやってたの？自分もやってましたね。でも3歳から自分は、どれぐらいまでやってたかな？ 6 年生、中学校ぐらいかな。結構やってんの。うん。結構やってるね。何もわからず。そう。それはあまりムーブには出ないの、こう。いや、あれ、もう、全然もう、そこら辺はヨナミネルイの話がね、持ってかれてるもんなぁ。あいつなぁ、あいつ、なんか、この PBA の時もさ、決勝でさ、勝ち走って、あいつやったなぁ、みたいな。いや、あれはでもなんか、インパクトだよ。いや、インパクトありましたね。なんか、笑顔でめちゃめちゃ楽しそうじゃなかったですか？どっちなん、仲えんか嫌いなんか。いや、でも嬉しいですよ。沖縄がどんどん広がっていくのは。はい。沖縄初の。はい。エグザイルトレーナーですからね。すごいね。はい。はい。素晴らしい。はい。以上で、A$AP Rocky で Everyday でした。はい。なんか最近、ロッキーね、かなりなんか、いろんな幅が増えたというか、いろんなことをやっていますよね、なんか。しかもなんか最近すごいオーラが、また格段に上がったというか、なんかツアーやってるじゃないですか。ツアーのあれでめちゃめちゃかっこいいなと思って。ドレイクとかが一緒に来てやってるやつとかもすごい観客ぶち上がってるんで、あれ見に行きたかったな、めちゃめちゃ行きた。海外でライブ見たいですよね。間違いない。海外でね、でも負けそう。だってもう音とか違うな、絶対。隣のだって人とか怖いやん。あ、確かにね。それでまた俺の方見たら俺はめちゃめちゃ悔しがってるでしょ。もうカオスやん、そんな。しかもめちゃ口ずさんでるからね。もうこっちは確かに。にわかな感じでこう。あ、いやいやわ。関係者席で見たいわ。座ってる方だ。座ってる方のやつね。あるね。でもなんか行ってみたいね、みんな。行きたいですね、行きたいです。というわけでね、A$AP Rocky もめちゃめちゃかっこいいアーティストなので、多分ね、結構日本でももう知名度も高くなってきてると思うんですけども、まあ知らないこともね、方もたくさんいると思うので、ぜひいろんな曲をね、チェックしてみてくださいね。超 MV とかもかっこいいので、ね。というわけでですね、今週はですね、前回、前々回かな、ビルボードチャート、はい、
やったじゃないですか。あれその時は健太といました。一回だけ。一回だけ。そうですね、はい。その時も一応やらせていただいたんですけど。いいですね、これ。ね、ビルボードチャートをこうなんか紹介できるのかなりいいなと思うんですけども、うん、今回もね、ちょっと皆さんにビルボードチャートの中からね、はい、ヒップホップ、はい、R&B のね、トップ5を紹介したいと思うんですけども、はい、トップ5。はい、今週もじゃあ行っちゃいましょうか。はい。それでは本日も行きましょう。RMPG meets ビルボードチャート。Yeah.RMPG meets Billboard charts. Number 5. 今月番組でも紹介したカリードのアルバムの楽曲が5位にチャートインしました。カリードのベターです。いいね、やっぱこれ。これ好きなんですよ。いいですね。星マークついてるからね。俺の携帯じゃ。もうお気に入りってやつ。お気に入りですね。Number 4.うん、はい、今週のナンバー4に選ばれましたカリビーの Please Me、はい、フィーチャリングブルノマーズですね、はい、前も番組こちらでね紹介したんですけども、うん、まあ、翔平のお気に入り楽曲でもある、うん、曲なんですけどもめちゃめちゃいつも聴いてるよね翔平は好きなんです。はい、ナンバー3はポストマロンの WOW です。これはね、僕がそうですよ、ね、レコメンド曲で出した曲なんですけども、うん、今回も熱よく3位にランクインしてますね。すごい、これやっぱかっこいいな。かっこいいですね、うん、今はもうね結構ライブ前聞くな。めっちゃダンサー全員これ使ってね。確かに結構ね使ってるね。はい、そしてナンバー2はポストマロン&スワイリーのサンフラワーです。いやこれはね、れ映画のスパイダーマンのイントロに入ってるんですけど、ザ・スパイダーバースの主題歌ワーを抜いて2位をキープしています。いいよね、すごい、これめっちゃ好きっす。ナンバー1。そして流行るナンバーワンはリルナズ X フューチャリングビリー・レイ、サイラス、オールタウンロード、これが1位ですね。今回の第1位はアトランタ出身の新鋭ラッパーリルナズの曲がランクインしました。このアーティストは僕まだあんまり知らないんですけども、 TikTok でらしいですね。そうなんだ。カーボイ風の TikTok でなんかすごく今真似してる人が多いらしいんですけど、でも最近ねインスタでなんかカーボーイのなんかねすごい出てくる感じがするんですけどね、ここから来てるんですかね、なんじゃないですかね。 TikTok でチャート1位取るってすごいっすね。確かに。あ、 TikTok ってアメリカもあんの？あるよ。え、だって全然あるよな。あ、そうなの。そこにいる高いでいい。そうそう、高いで収録だからあるよな。すげえな。なんか俺海星のイメージしかない TikTok。 あ、で海星見とるわ。暇さあれば見てんじゃん。見とるわ。すごいですね。でもすごいすごいな。というわけでね、今週のトップ5はこのような形になってるんですけど、はい、結構やっぱランクはあんまり変わらなかったりもするんですけど、1位にねこんな急にズカッと入ってきましたけど、すごい。まだ僕これチェックできてないですね。見た人います？見てないですね。1位の、はい、PV ですか？ PV とか。いや全くなんですよ、それが。まだ見えてない。でどんな人かもちょっとまだ分かんないんですけども、ちょっと皆さんもね、曲はそうですね、曲は僕もそのチャート見た時に、うん、1位になってて聞いて、うん、まあまあノリはいいじゃないですか、うんうん、でもなんでこんなに急にバズったって思ってたんですけど。確かに TikTok が最近の、最近はね、もう SNS の時代、 SNS すごいですよ。もう言いたいことが山ほどあるよ。SNS 時代本当に。でもいいことも山ほどある。いいことも山ほどある、うん、ね、なんかね、どっちもだよね。そうですね、プラスもあればマイナスもあるし、うん、まあ時代ですからね、これが、うん、これが時代なんじゃない。逆に言うと誰もが目立てる場でもありますね。そうですね、その本当にそうですね、あの個性が出しやすくなったっていうか、うん、この日本で個性が出しやすいっていうのはすごいいいことなんだろうなと思いますけど、ね、そのね、いっぺんね、まあ、はい、ね、いろんなこうことがつぶやける時代になったし、 ね、はい、いろんなことが載せられる時代になったので、はい、まあね、モラルは守りつつ ね、 そうですね、いろんな、ね、発信をして、うん、なんか、ね、はい、音楽が盛り上がった最高だと思うので、うん、ね、こうして TikTok
発信でね1位になってるので、なんかねいろんな使い方ができると思うので、これからねなんか音楽のこう道を目指してる方とか、はい、ダンサーだったり、はい、いろんな方がね、はい、すごく使えるね、まあ、ものだと思うので、世界のスーパースターになれるかもしれないですからね。アメリカもあるね。あのジャスティン・ビーバーとかもね。そうですね。YouTube から出たりして。っていうところから始まって、はい、ね、すごいっすよね。すごいっすよね。すごい時代。今の時代の人だけだ。間違いない。生きてるようででも割と遠かったりするよね。確かに。なんかそういう流行とかって。確かに。キャッチするなんかね、やっぱ人間は回線なのかもしれないけど。これあります。回線に聞こう。使い方によってはなんかすごくかっこよくなりそうなこともあると思うので、なんか僕らもねなんかいつかなんかできたらいいですよね、はい、ダンス動画とかそれこそね、うん、ダンスチャレンジみたいなね、ああね、なんかできたらいいです ねだって今やってますもんね、あきらさんとラグバンドのメンバー、あー、はい、あの CM から、はいはい、CM からなんか派生したあの TikTok、はい、TikTok なのかな、あれあれ TikTok です、完全にラグバンドと、あとドコモさんと あのクランプのチャレンジみたいなやつやってますよね、はい、バトルチャレンジみたいな、はい、なんでやっぱ今の世代の子たちはよく見ますからね、うん、下手したらテレビとかより見るんじゃないですか、いやまあそうだろうね、うん、ワンタップで広げ開けて、うん、うちのメンバーでもね、高出とかまこっちゃんとか家帰ってもテレビとかつけないっていう言いますもんね、でも SNS 時代なんですね今は。俺はもう帰ったら確実にテレビが最初に確実になんかシーンとしてるのがちょっと苦手なんで確実につけちゃうんですけどもね、うん、なんかもうそういう時代になってきてるみたいな、はい、なんかね楽しいですよね、はい、というわけでですね、なんか楽しいです、ね、最後やばいっす最後やばいっす楽しい時代になってきてますよ、はいはい、令和に来ますからね、はい、そうですね、はい、というわけでですね、今週もビルボードチャートをお届けしたんですけども、はい、引き続きですね僕らのレコメンドをここから紹介していきたいと思うんですけども、はい、次の2曲目の僕のレコメンドはですね、J. コールのミドルチャイルドっていう曲なんですけども、はい、まあこれはまあもう聞いてもらいましょうかね、めちゃめちゃ音が最初からもうイントロからかっこいいので、ぜひ聞いてみてください。それでは J. コールでミドルチャイルド、はい、今お届けしている楽曲は J. コールのミドルチャイルでした。うん、 J. コールなんかこっち系も歌うんですね、ね、なんかちょっと思っちゃいました、ちょっと意外な J. コールっぽくはない感じなんですけども、はい、なんか多分ちょっとね、こう攻めたことを言いたい時に多分やっぱこういう楽曲になってくると思うんですけども、なんかこの曲はね、なんか例えばお金を稼いだとしても、はい、自分の仲間が、はい、一文なしになったら意味ないじゃないかみたいな、なんか自分の仲間をこう、うん、自分の周りの人間もこうそれに一緒にひっくるめて、うん、なれなきゃ自分だけ上がったとしてもなんか意味ないんじゃないかみたいな、なんかそういうなんかちょっとホットなワードをこうどんどん入れてたり、なんか結構いろんなことが書かれてるんですけど、うん、この楽曲にはでもすごくなんかそういったなんか J. コールのちょっと仲間意識というか、そういうなんか、うん、ライフスタイルというか、はい、そういう熱いことをねこの曲でなんか語ってる感じなので、すごくねなんかかっこいいですね、 J. コールっぽくない、うん、やっぱりでも相変わらずこう普段歌うまいじゃないですかこの人、うん、だからこうラップしててもあんまりこうなんだろう突き刺す感じがないですね、うん、全部なんかこうリズムに乗ってるからすごい聞きやすい、うんうん、J. コールのねラップはこうスーッと入ってきますよね、はい、かなり俺もそんなすごい J. コール聞かないんですけど、なんかこの曲はね、なんか一回聴いただけでズバッと入ってきて、最近超聴いてますね、はい。朝起きて一発目に聴いたりして、やばいっすね、このなんか最初のイントロのてって、あー目覚めだみたいな、あー来たみたいな、そんな感じでね、なんかこの曲聴いてるんでね、ぜひ皆さんも目覚めからね、聴、はい、いてみたらと思うので、いいっすね、ぜひ聴いてみてください。はい、はい、というわけで J. コールのミドルチャイルドでした。はい。はい、というわけでですね、じゃあもう早速ヤマショーの1曲も紹介していきましょうか、はい、そうですね、僕がこの曲を持ってきたのはもうただちょっとラップがかっこいいという、うん、はい、これはドスモノスって言って、見ました、あ見ました、はい、
3人組のラッパーのグループなんですけど、はい、最近すごい注目を集めてる。今年の3月ですかね、はい、デビューアルバムを出したのが、はい、で今もめっちゃ注目を浴びてるアーティストなんで、ちょっと聞いてもらいたいと思います、ドスモノスで劇場 D です。はい、今皆さんにお聞きいただいてますのは、ドスモノスの劇場 D でした。かっこいい、いいですね。いやなんか PV もめっちゃかっこいいんですよ、まあ、この曲はないですけど、あの In20XX か、20XX っていう曲のそのミュージックビデオがもうバズるぐらい、なんか一生バグってるんですよ映像が。もう本当に、なんだろう、今の時代結構その80年代90年代のなんかこう文化持ってきた、ちょっとこう砂嵐とか、なんか昔のカメラとか使ったりするやつとか、色味とかがね、とあとあのタイムワープ系あるじゃないですか、あれをもう全部使って、もうずっとそれなんですよ。でもそれがもう この人たち そのスタイルに合ってて、もうとにかくちょっと僕はかっこいい。しかもビートが割とクラシックビートっぽくて、誰でも結構首を振らして、まあこれがラップっていうなのをなんかちょっとこうなんだろうな、象徴的なビートなんですけど、すごいリリックとかも尖ってるんで、めっちゃ好きっす。確かにいいね、なんかザラップっていう感じの、本当に昔のこうナズとかその辺のなんか音っぽい感じもして、なんかすごく、ね、翔平とかもこういうのすごい好きそうだなってさっき話してたんですけど、すぐそこなんだよ、別に話していいんだぜ、ダッスなんか最高です、最高ですということ言ってましたね、はい、今ね、めちゃめちゃかっこいいですね、かなりなんか、かっこいい。前ねツイッターかなんかですごく流れてきたのを見てですね、すごく見てたんですけども、かなり今注目が殺到してるらしいので、皆さんもね、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ドスモノスです。で劇場 D でしたね、はい、いいですね。あれケンタさん、はい、レコメンド最新の持ってきましたね。最新の持ってきました。いっちゃいます。はい、じゃあとりあえず聞いていただきましょう、あでも最新じゃないか、もうあの収録なんで、まあ、そうですね、リルディッキーでアースです。聞いてください、どうぞ。はい、というわけで、お聴きいただいた曲はリルディッキーでアースでした。いや、ピースフルですね。ピースフルな曲なんですよ。これなんか地球温暖化やべえみたいな、なんかその地球でやるやべえやべえ、あのその寄付する曲なんですよ。ああ、はい、結構しっかりしたテーマがあるんですね、はいはい、でこういうのやるのはで、めちゃめちゃいろんな人が出てるんですけど、うん、多分あれ以来じゃないですか、We Are the World とか、なんかそっち系のハイチ、そんな感じの、でもそれぐらいの感じですね。もう誰だ、結構有名な人結構いる、めっちゃ出てるよ。もう上から言っていくと、もうじゃ一気に言うよ、うん、まあ、リル・ディッキー、うん、ジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデ、うん、ポール・ジー、ザック・ブラウン、うん、ブレンドン・ウリー、うん、ヘイリー・スタン・イン・フィールド、ウィズ・カリファ、ケビン・ハート、アダム・レヴィン、わすげえ、ショーン・メンデスで、チャーリープース、おー、シーヤ、マイリー・サイラス、リル・ジョン、リタ・オラ、ミゲル、ケイティ・ペリー、リル・ヨッティ、エド・シーラン、メーガン・トレーナー、おー、ジュエル・エンド・エンビード、トリ・レンズ、サイ・バッド・バニー、ウー・イー・ファン。すげえ。すごい数ですね。めっちゃ出てる。すげえ。すげえよ。ってことはこれ曲自体ももう相当長いですね。相当す。で、みんな1行ずつぐらい歌ってんだ。1行だけで。優しい。その、この、動物たちに扮してんだよ、そのみんな、いろいろちょっとミュージカルっぽい感じになってんだ。そう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 、私はキリンだとか、アマジュラフみたいな、なんかそういう感じで、あ、だから地球全体でその温暖化のことを歌ってるってことね。そんな感じで、でも一人だけあれ出てんだよ、あれよ、カニエ・ウエスト。カニエ・ウエストが、私はカニエ・ウエストって言って、あ、でもカニエ・ウエストが言ってないけど、あ、なるほどね。全部動物なのにカニだけカニ。え、あ、確かに出てたわ。え、人類代表で。すげえ。すごいな。今ちょうど調べてみたんですけど、これから12年間にもし僕らがこの地球上で行動を見直さなければ、なんか損害は取り戻しのつかない状態になるっていうことを歌ってるみたいで。やべえ。あ、なるほどね。もうだからちゃんとしようみんなみたいな、確か下手しちょっと和訳し
ったりして、うん、なんかね、日本でもそういう歌とか、なんか作ってもいいん、うん、日本でやったらどうなんのかな思うけど。俺それめっちゃ考えない。よく。あ、日本でやったらどうなんのかなみたいな。なんかめっちゃ考えるわ。でも絶対大事だよね。うん、そういう地球環境問題は。確かに、うん。まあアーティストがね、こうやって発信してるっていうのはすごく、うん、すごくいいことですよね。うん、なんか。ですよね。海外のアーティスト結構すごくこういう、はい、こういう曲を出したりすること多いじゃないですか。はい、地球の部屋を歌ったり、はい、っていうのがね、すごくかなりやっぱ聞いてて、こうね、刺激を受けて、こう、そういう行動を取ってくれる人もやっぱ増えてくると思うので、うん、そういうのはね、はい、かなりいいと思いますし、自分たちもね、なんか少しでもアーティストとしてそういう発信もしていきたいなっていうのは、間違いないです。必ずね、あると思うので、どんどんね、なんか僕らも少しでもね、そういうのに携わっていけたらなと思うんですけども、ね、もっともっと、まずは僕らのね、はい、ライブをこうどんどん成長させて、はい、そういう影響力のある、ね、はい、アーティストになっていきたいなと思いますけどね。まあツアーも、もう、あと3年 ?2年、4公演です。っていうわけですけども、どうですか、どう、もう最後に向かって、どんな感じにしていきますかね。もうあとは突っ走るだけですね。まあそうですよね。でもまあ最後の最後までなんか、あれですね。緩めないで、なんか、なんか、次を目指していきたいですよね。終わりじゃなくて。そうだね。なんか繋がるね。はい、繋がるライブにしていきたいな、はい。間違いない。感じはすごくあるので。なんか終わり感出したくない。よっしゃ、やったぞみたいな。あよっしゃーみたいな。なんかさ、そしたらなんか次がなくなっちゃいそう。そこでなんかプスンってなる。じゃあ、ケンタは打ち上げなしで大丈夫か。ケンタはあれ打ち上げなしやな。あれとしていただいてるのかこの話次につなげなきゃいけないね。つなげないと。打ち上げ、まだつながる。俺だけちょっと中打ち上げだけ。中打ち上げだけ。で、ケンタだけ別日でちょっと。別日で調整。はい、調整するので。はい。マネージャーさん。というわけでね、はいはい。まあね、ホールツアーの時もね、なんかそういう感じですごく終わったのを記憶してるんですけど、はい、なんか次につなげるための、はい、ツアーっていうことで、はい、うん、今回もね、次につなげられるように、はい、なんか、なんていうのかな。まあ、今、ケンタが言ったように、本当にこれから自分たちの未来に向かってこう、つなげるライブにしていきたいので、はい、ぜひね、最後まで、最後はですね、北海道の苫小牧前のね、積水ハイム、アイスアリーナの方で、はい、ありますし、ライブビューイング入ってるので、はい、皆さんぜひね、最後、皆さんで、このライブを見た人もね、一緒になって、なんか最後一緒にこう飾れたらなと思うので、ぜひね、そちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけでね、今週ももう終わりの時間に近づきましたけども。はい。あっという間や。あっという間ね。あっという間ね。はい。クイクイ。クイクイ。素早いか、これは。あ、すいません。英語上達した。英語上達しました。確かに。確かに。英語上達してますよ。今、後ろでね、ずっと待機してる翔平はね、英語勉強してましたからね、今。単語ね、単語やってて。まあというわけでね、来週も放送がありますので、はい、皆さんぜひですね、今週、お聞き流した方は、はい、ブロック FM のホームページ、アプリから、はい、自分たちのね、今日のレコメンド、そして、ビルボードチャートの方も聞けるので、はい、ぜひ、そちらの方もチェックしてみてください。ぜひ、ぜひ、もう一回、ぜひを何回も言っちゃったけど、ぜひともね、何回も聞いてね、こう楽しんでもらえると、すごく嬉しく思いますので、はい、楽しんでみてください。はい、というわけで、次回の放送は、5月6日、8時から9時の放送です。今週もこの曲でお別れしたいと思います。それでは、はい、行きましょうから、今週も聴いていただきありがとうございました。最後の曲はザ・ランページでスターライトです。皆さん本日もお聴きいただきありがとうございました。また来週ありがとうございました。